今回は、夢に出てくる女、悪魔の書、城跡の惨劇、ガン姫様、モダエ、という話を紹介します。ではどうぞ。俺自身まだ信じたりはしてないけど、まあ、話半分に聞いてくれ。まず断っておくと、俺は幽霊を信じたいとは思うけど、だからこそ全力で否定するという人種。いてほしいと思う反面、素直に信じられないので、科学的な理由をつけられない現象に遭遇したい。だからそういう心霊スポットとか巡ったり、客物語したりして、心霊体験をしようと探し回ってる。不思議な現象があっても、科学的な根拠を見つけようとする。オカバン住人的には、好ましい人種ではないかもしれない。で、そんなある日、特に心霊関係ではないオフで知り合った、A という男がいた。彼と会ってすぐ、何か霊的なものがついてる。って言われたのよ。会ったのはそれが初めて、どうやら神社の息子らしいことは、ネットを通じて知っていた。しかしまあ、初対面の人にそれを言われても、根本が疑う気質なので、ああ痛い子だ。いやもしかしたら詐欺かも？くらいに思ってたわけだが、同時に好奇心も抑えきれなくなる。同時に、心霊スポットでヤクザに追いかけられた経験より、怖いことはないと思ってた。ふーん、どんなのがついてるの？黒髪の女の子がいいな。最初はそんな返事をしたと思う。けど、彼は首を振って。確かに女だけど、髪は長くて白いな。なんか人工的に塗ったような色。いや待って、蛇？ここで少しドキリとする。中学生の頃から、何度もそんな女の子が出てくる夢を見ているんだ。真っ白い髪の毛で目が赤い、アルビノの女の子。17歳くらいで特別可愛いわけじゃない。ちょっときつい印象の顔つき。しかも、たまに白い蛇の姿か、犬と人間が混ざったような、気味の悪い怪物になることもある。でも、どんな姿でも、夢の中ではその女だと認識してる。特に何かしてくるでもなく、役柄や服装も夢ごとに変わるため、心霊関係だとは思っていなかった。夢の常連キャラ？そんな程度に思っていたので、この夢の話は誰にもしていない。そこでちょっとだけ興味が湧いた俺は、少し話を聞いてみることに。ついてるってどういう感じ？背後霊みたいな？ん？なんて言ったらいいんだろう？お前に興味があってついてるじゃないかな。悪意は感じない。じゃあ、ほっといたらいいんじゃね？いや、取り付いてるのは確かだから。何かあるといけないし、お祓いした方がいいって。その後しばらく話して。父親に見てもらって、できれば除霊しよう。お金は取らない。と、そういう話になった。この時点で、俺は少し興ざめしていた。結局、お祓いして金払えって言ってくる。一種の詐欺じゃねえ？と、そういう認識になっていたんだ。まあでも、夢の登場人物を言い当てたことには、ちょっと驚きがあり、時間もあるから、そのままそいつの神社へと行ってみることに。ただでしてくれるって言うし、金を取られそうになったら逃げればいい。幽霊を信じないが、興味はある人間の標準的な反応だと思うが、そう考えていた。俺のウンボロ系で10分くらい走って着いた神社は、結構大きな神社だった。本堂っていうの？そこに案内されてから少し待たされ、A は人柄の良さそうなおっさんを連れてきた。多分、父親だろうと挨拶をすると、おっさんはなぜかしきりに外を気にしている。な、何か？随分すごいものを連れてきたみたいだね。何か怖い目にあったかい？いえ、特には。この曖昧な会話、どうせコールドリーディングだろう？くらいにしか考えていなかった。まあ、とりあえず。何か言いかけた途端。というか紙風船が割れたような、乾いた音がした。疑問に思いながら周囲を見渡すと、妙に焦げ臭い。お香か何かかと思ったが、それにしては臭いし、妙だ。が、そんな疑問も、おっさんの狼狽具合が半端なくて、すぐに消し飛んだ。おっさんはしきりに周囲を気にして、先ほどより輪をかけて狼狽していた。その上、油汗をたらーっと垂らしていたのが、かなり印象的だった。すまない。来たばかりですまないが、もう帰ってくれないか？え？でも、今度もっとすごい人を紹介する。だから、今日は。いや、さっきの音、何なんですか？ちょっと待っててくれ。少し離れて、部屋の隅にあった森塩みたいなのを、持ってくるおっさん。その塩は斜めに焦げたような筋がついていて、どうやら焦げ臭いのはそれが原因だったようだ。なんて言うんだろう？森塩にガスバーナーを至近距離で当て続けると、こうなるかも？って感じ。こんなものは初めて見た。すまないが私の手に負えるような代物ではない。はぁ、この後何の収穫もないまま返されるのも尺で、その霊について、いくつか聞き出そうとするが全くダメ。そんな調子だから、来てすぐだったが返されることに。紹介するという人も、なんだか今日が冷めてしまって断った。
というか、何か担がれかけて、都合が悪くなったんじゃねえか程度に考えていた。ぶっちゃけ、森氏を申し込みだとすら思っていた。ただ、今思うと、確かに夢の中で、あの女が無表情以外の表情をしたことは、なかった気がする。まあ、そんな事件は数年前の話。それから被害らしい被害もなく、つい先日まで忘れていて、相変わらず時折夢に女は出てくるけど、実害もなく過ごしていた。で、一週間前、家から離れた心霊スポットと噂される廃墟に、探索に行っていた。廃墟が好きな俺は、心霊スポットとか関係なく廃墟に入っては、写真を撮る趣味があったんだ。昼間だし、大して恐怖もなく、いつも通りに写真を撮ろうと中に踏み込んだ瞬間。いやー。という男性の悲鳴が聞こえた。昼間というのもあったかもしれない。幽霊だとか、そういう思考は微塵もなくて、ただ、事件だ。と反射的に考えて、声が聞こえた廃墟の2階に向かって走り出した。そこは山奥で人通りも少ないから、さ、人事件とかそういうことがあっても、おかしくない雰囲気だったんだ。懐中電灯を武器のように構え、深呼吸して2階に入るが何もない。部屋は3部屋あったんだが、どの部屋を見ても人の気配すらしない。しかし、どう考えてもあの悲鳴は2階から聞こえてきた。100歩譲っても、建物はこの辺にここしかないし、高い位置から声が聞こえるとしたらここだけ。おかしいなぁ、確かに聞こえたんだけどなぁ、と、ふと死角だったドア側の壁を見ると、そこにはあの時の森氏と同じ、ガスバーナーで描いたような線が、斜めに引かれており、それを見つけた途端に、あの時の焦げ臭さを感じた。とまぁ、それだけ。直接的な被害もなければ、俺が聞いた悲鳴だけが変とも言える。似たような現象はこの2件しかない。一週間前のも、悲鳴でさえ気のせいかもしれない、と思い始めてたんだが、今朝、あの女の夢を見て数年前のことを思い出した。ちなみに、夢では無表情で愛想が悪い、マクドナルドの店員だった。オカルトに解釈すれば、ついた霊が、俺ってものに手を出しそうだった霊をこ、す。ってのはおかしいか、破壊しちゃったんじゃねえかなぁと、考えたわけだが、どうだろう？こんなことがあっても、幽霊は信じてないんだけどね、怖い思いもしてないし。ただまあ、妙だなーって経験だったので、投下してみた。昔、俺は横浜に住んでたんだけれども、俺が厨房の時の話。親父が教会の神父やってたの。神父にしては結構ざっくばらんな性格で、結構人気もあったんだ。まあ俺なんて信心深い方じゃないし、一家の決まり事といえば、食事の前に軽く祈るくらい。で割と平穏な日々が続いてた。ある日、姉貴がアンティークショップで、ファッション雑誌くらいの大きさの、古書を買ってきたんだ。この姉貴が結構なオカルトマニアで、その手のものに目がないわけ。何か買ってくるたびに親父は、聖職者の娘がこんな趣味に走って、シャレにもならん。的なことを愚痴ってたんだ。中には数点、結構ヤバいものもあったらしく、親父が、これは今すぐ返してこい、処分しろ。と注意することもたびたびあった。今回買ってきたものも、どうやら洋書のオカルトめいた本らしかったんだ。ちなみに姉貴は英語堪能だから原文で読める。早速買ってきたその夜、姉貴と無理やり付き合わされた俺とで、悪魔を呼び出す方法、ってのをやってたんだ。30分くらいやってたかな。特に何も起こらなかったので、餃子飯で二人でテレビでも見ることにした。で夜になって、家に親父が帰ってきた。開口一番。なんだこの獣の匂いは？犬でも連れ込んだのか？そう言うと、姉貴の部屋から匂いがすると言って、部屋に入るなりその洋書を見つけた。まるまる子、姉貴。ちょっと来い。親父はすごい剣幕で怒鳴り、姉貴と俺は急いで姉貴の部屋へ向かった。まるまる子、お前これがどんなものかわかってるのか？いや、ただの高齢術の本でしょう？バカ野郎。この本のカバーは本物の人皮だし、書いてあることは全部邪悪な黒魔術だ。いいか？ただの黒魔術の本なら大して害はないが。これはおそらくアンチキリストの教団か人物かが、本気で呪いを込めて作った本だ。普通人皮なんて本当に使おうなんて思うやつは、めったにいるもんじゃない。すぐに処分する。そう言うと親父は、本を取り上げて、家から少し離れた教会へと戻っていった。1時間ほどして親父は家に戻ってきた。獣の匂いがまだ消えてない。お前ら、まさか本に書いてあることを何かやったか？姉貴がしぶしぶ白状すると、親父の平手打ちが飛んだ。親父の暴力は初めて見た。オカルトにはまるのは別にいい。だが自分が実行してどうする。お前は賢い子だから、知識を得るだけで、満足できる子だと思っていたが。そう言うと親父は、泣く姉貴に。明日丸助、俺、と一緒に教会に来なさい。
と言ってその日の話はそれで終わった。その夜のこと、トイレに起きた俺がぼーっとしてると、誰かが家の中を歩き回る音が聞こえた。親父か姉貴だろ、と思い、大して気にしなかったんだけど、玄関のチャイムが鳴った。3回、夜中の3時過ぎだ。こんな時間に訪ねてくる人なんていない。俺は玄関に見に行ったんだけど、誰もいない。部屋に戻ろうとすると、今度はトイレの、内側、から3回ノックの音が、すぐさま調べたが、誰も入ってない。今度は台所から、ピシッ、という乾いた音が3回。さすがに怖くなってきたところ、親父が2階から降りてきた。悪魔は、3という数字を好んで使う。心配するな。まだ侵入段階だから、制圧段階に移る前に。じゃあ。親父の言葉を遮るかのように、2階の姉貴の部屋から絶叫が聞こえた。俺と親父は急いで姉の部屋へと駆け上がった。ドアを開けた。姉がいた。一瞬、何なのかよくわからなかった。姉貴のような姉貴のようでないものがいた。姉貴はベッドに座ってこちらを見ていたが、何かがおかしかった。数秒経って気がついたんだけど、目が全部黒目だった。舌を出していた。長すぎる。わけのわからない言葉でわめき散らしていた。侵入段階をこんなに早く終えて、制圧段階に移行するなんて、丸助。丸々こう今すぐ教会に連れて行くから、手を貸せ。親父の命令で俺は、姉貴が暴れて傷つかないように手足を縛り、姉貴を担いで車庫に置いてあるランクルへと急いだ。車内でも姉貴は暴れに暴れ、取り押さえるのがやっとだった。運転する親父に俺が、取り憑かれたの？と聞くと、そうだ。と言い、叫んでるこれ、何語？と聞くと、正確なことは言えんが十中八九、ヘブライ語。と答えた。教会に向かう途中、ランクルで3回黒猫を引いた。信号が青になったばかりなのに、すぐ赤に変わったりした。3回エンストした。親父は冷静に運転し、なんとか教会に着いた。暴れ回る姉を教会の椅子に縛り付け、親父は奥の部屋からいろいろな道具を持ってきた。まさか映画とかでやってるような、悪魔払いあんの？やったことあんの？一度だけある。成功したの？その時は一人じゃなかったんで、うまくいったと思う。俺に手伝えることは、人間の霊じゃないんだから、迂闊なことはするな。まるまるこの後ろに立ってろ。もし万が一、ロープを引きちぎったりしたら、すぐ押さえつけろ。そう言うと親父は、よく映画で見るような、父と子と精霊の王、的なことを読み上げて、姉貴に聖水を振りかけたりしていた。聖水が顔にかかるたびに、姉貴はすごい形相で吠え、あの女が承諾するからいけないんだ。あいつが死んだりしなければ、俺たちは王になれたんだ。などと叫んでいたらしい。ここはなぜかラテン語だったらしく、後で親父が教えてくれたことによると、イエスを身ごもったマリアのこと？死んだイエスのこと？そんなのをわめいていたらしい。30分ほど経っただろうか。ふと姉貴が我に返ったように、お父さん、助けて。と叫ぶようになった。俺が姉貴に近づいて話しかけようとすると、エクソシズムの最中に、悪魔に話しかけるな。〇〇子かもしれんし、悪魔かもしれん。無視しろ。と親父が注意した。そして、親父は必死に悪魔の名前を聞き出そうとしていた。名前がわかれば、悪魔の力が激減するらしい。親父も俺もびっしり汗をかいていた。姉の口からは糞尿の匂いがした。何時の名を名乗れ。あーあわあ。意味不明な言葉が姉の口から出た。聖〇〇、うろ覚え、の何をいて命ずる、何時の名を名乗れ。いちー、親父が、生物のキリストが死後包まれた布の断片を、姉貴の額に押し付けた。親父も本物かどうかは知らんと言ってたが、効果があったので聖なるものには間違いないかも。途端、黒目の姉が椅子ごとロープを引きちぎって叫んだ。お前らは8月に死ぬ。それと同時に、教会の窓という窓が、と鳴り出した。何かと思ってみたら、窓の外にカラスがびっしり、くちばしで窓をつついていた。この真夜中に、カラスが一斉に行動するなんてありえない。さすがに限界だった俺は、多分眠るように気絶したんだと思う。気がついたのは深夜の緊急病院。どうやら姉は脱臼してたので、あの後すぐに親父が病院に連れて行ったらしい。俺は軽い貧血と診断されたようだ。姉貴についてた奴はどっか消えたの？ああ、今のところはな。また来る？来るかもしれんし、来ないかもしれん。あっちの世界に時間軸はないから。8月に死ぬ。って怖くない？思ったより短時間で済んだんで、そんなに強い悪魔じゃなかったんだと思う。下級な奴のつまらん捨て台詞だ。気にすんな。結局のところ、悪魔って何なの？わからん、わからんが、ああいうのがいることは確かだ。一つ、お前に言っておく。今回はまだ憑依の途中だったんで、
まるまるこの人格がまだ残ってたからうまくいった。将来お前が神父になるとは思わんが、もしも完全憑依された奴に出会ったら、その時は、逃げろ。その後、姉貴にも俺にも変わった様子もなく、8月に家族の誰も死ぬこともなく、普通に暮らしていた。3年前、できちゃった結婚で姉貴が結婚した。その子供の体に666の刻印が、なんてオチはないが、3歳になった息子が先日妙なことを言ったのだという。ママ、海に行くのはやめようね。と。これは A さんの体験談です。戦前の体験だそうですが、この話をしていた時の A さんは、したたかに酔っていました。ですので、実際の体験とは異なる部分が、入っているかもしれません。この時の A さんは17、8歳くらいだったそうです。そんな A さん、ある日用事があって参道を歩いていました。昔の人というのはすごいもので、峠の5つや6つは、休みなしでも平気で歩いたそうです。初夏の日差しを浴びながら、もう一踏ん張りで峠の頂上だ、と考えていたのですが、その時、妙な音が聞こえてきました。何やら、後ろが騒がしい、足を止めて後ろを振り返りました。音からすると、誰かがこちらへかけてくるようです。何かがぶつかり合うような音、何の音だろう？ A さんは気にせずに先を急ごうと思ったのですが、音が気になってしょうがありません。投げ釜を背負って夜逃げでもしてるのか？でも今は昼間だから夜逃げじゃねえよな。のんきな想像をしていた A さんの前に、その音源の主が姿を現しました。なんだ、あや。思わずつぶやく A さん。無理もありません。彼の目の前に現れたのは、全身を甲冑に包んだ男だったのです。外見を見る限り、A さんとそれほど違わない年齢。いや、あどけなさが残っているので、1歳か2歳年下かもしれない男性が、やはり同い年ぐらいの女性の手を引きながら、こちらへかけてきます。そんなに急いで、どこへ行く？ A さんは声をかけましたが、二人はその声を無視して、というよりまるで聞こえない感じで走ってきます。やがて、A さんの前を二人が通過しました。人を無視して、なんだあいつらは。女連れて歩いてるからって調子乗りやがって。少々嫉妬が混じった独り言とともに、二人を見送った A さん、と思った瞬間、今度は凄まじい速さで、数人の集団が A さんを追い抜いていきました。危ねえな、この野郎。突然のことにびっくりして、そう叫ぼうとした A さんですが、その集団の姿を見て、再度びっくりしました。先ほどの男性と同じく、全員が甲冑を着込んでいます。手には日本刀だの槍だの、物騒なものも持ってます。物騒な連中だな。あんなもので何をするつもりだ、おい。少々好奇心が出てきた A さんは、峠の頂上まで一気に駆け上がりました。そして下を見下ろします。頂上からはまっすぐな一本道が続いてます。そこからは、さっきの二人組の男女、それに甲冑集団も見えました。集団は男女を取り囲んでいました。そして、槍や刀を二人に向けています。尋常じゃないぞ、これは、一体何が起きたんだ？そうつぶやいた瞬間、槍を持った一人が女性を一突き。あ、槍上がった。思わず叫ぶ A さん、が、包囲した集団は情け容赦なく、今度は男性の方に槍や刀で襲いかかります。男性はわずかに抵抗したようですが、これまた槍や刀で滅多、死にされ、倒れてしまいました。酔ってたかってひどいことしやがる。そう思ったものの、A さんとて安心はできません。外現場を見た以上、自分だってこ、されるかもしれない。こんな山の中じゃ助けも呼べない。が、A さんの心配とは裏腹に、誰も A さんのことを気にしてる様子は、ありませんでした。彼らはすでに虫の息となった二人を、なおも槍や刀で刺し続け、最後に、なんと首を、折り落としてしまいました。昼間の惨事を目の当たりにして、呆然とする A さん。やがて、その集団は首を乱暴に掴むと、こちらへ引き返してきます。逃げないと。そうは思うものの、体が動きません。甲冑集団の人々は、顔や鎧に飛び散った血を拭こうともせず、こちらへ歩いてきます。やがて、A さんの目の前まで来た彼らは、A さんには目もくれず、さっさと峠を下っていってしまいました。なんだったんだ、あいつらは、そんなことより警察だ、警察に知らせないと。そう思い直し、再び峠道を見下ろします。しかし、あれ？あの二人はどこへ消えた？ついさっき、集団に寄ってたかってこ、されて、首をはねられたはずの二人の遺体が消えていました。急いで峠を降りて、先ほどの惨事が起きたであろう場所に駆け寄ります。現場には死体はおろか、血の一滴も残っていません。首のない奴が一人で歩き回るはずはない。それに、さっきの奴らは首しか持ってなかった。
じゃあ、俺が見たのは一体。この惨事は、夜中や明け方ではなく、白昼堂々と行われました。また、甲冑の音を除いては、走る音も叫び声も一切しなかったそうです。この不可解な出来事に関しては、A さんなりに結論を出しています。彼が言うには、村からそう遠くないところに、小さな城跡がある。ある時、何らかの理由で、城から女性を連れて脱走した者がいるのではないか。追撃隊まで組んで追いかけるほどだから、何か重要な情報でも持ってたのだろう。もしくは、逃げられては困る人物だったのかもしれない。そして、数百年の時を超えて、その時の光景が、何度も繰り返されているのではないか。それをたまたま、A さんが目撃してしまった。この件については、私も独自に調べました。ただ、ネット上で調べただけなので限界があります。まず、A さんの言う、村からそう遠くない、というのは、人それぞれだと思います。私にとっては、結構遠い、と思える距離でした。また、城跡にしても、青葉城址、や、久保田城址、のように、立派なものではなく、本当に小さなもので、県内の田舎に小山というよりは、丘がポツンとある感じです。城跡に関わる歴代城主やその一族なのですが、その末裔は今でもいますので、ここで出すのは控えさせていただきたいと思います。それにしても、この残酷な光景は、今でも繰り返されているのでしょうか。この歌とか知ってる人いるかな？昔、修学旅行中に先生から聞いた話。岩姫様。先生が小学4年生まで住んでいた町はど田舎で、子供の遊び場といったら、遊具のある近所のお宮だったそうだ。そのお宮にはもともと祀られている神様とは別に、岩姫様という幼い姫君が祀られていた。岩姫とは、昔ある藩からある藩へ、幼くして嫁いでくるはずだった姫なのだが、嫁ぐ道中で病によって亡くなり、この地に葬られたらしい。ところで、この土地の子供たちの間では、岩姫様の鏡、という遊びが流行っていた。その内容は、岩姫役の子供を中心に数人で縁を作り、手を繋いで歌いながらぐるぐる回る、あぶくたった、のような遊び。歌の歌詞は、姫役と周りの子で歌うパートが異なっていて、確かこんな感じだったと思う。一つお進みください、岩姫様。ここはどこぞ？ここは常世でございます。二つお進みください、岩姫様。ここはどこぞ？ここは上張の鏡の間。三つお進みください、岩姫様。ここはどこぞ？ここは鳥辺の石灯籠。四つお進みください、岩姫様。ここはどこぞ？ここは写しよ鳥居の間。そう歌い終わると姫役の子は十二を数え、その間に他の子は逃げたり隠れたり。まあ一種の鬼ごっこだわな。その遊びには一つルールがあって、お盆と姫の命日にはやってはいけなかった。でもお盆はともかく、姫の命日が2月とか12月とか曖昧で、命日はあまり気にせずみんな遊んでいたそうです。その日は冬とは言えぬほど暖かい日で、先生は友人たちとお宮の境内で駄菓子をつつきながら、漫画の回し読みをしていました。しばらくして駄菓子もなくなり、漫画にも飽き、先生たちは、岩姫様の鏡、をして遊び始めた。一度目は友人笑顔に、姫。次は B、次は先生と、何事もなくいつものように、楽しく遊びは進められていったのですが、異変は C が姫役になった時に起きました。C が12を数えているうちに、先生と B は一緒にお宮の階段の裏側に、素早く潜り込み息を潜めていました。その間、A を C が追いかけているのを見て、二人してほくそ笑んでいたそうです。しばらくすると、A と C はお宮の裏側へ消えていきました。始終、A と C の楽しそうな歓声が聞こえます。どれくらいそうしていたでしょうか？先生と B は、いつまで経っても C が見つけに来ないので、しびれを切らし外へ出ました。もう賑やかで楽しそうな A と C の声が聞こえません。先生は、さては二人して先に帰ったな、と思ったそうですが、そうではありませんでした。突然後方から、B の耳をつんざくような悲鳴が聞こえました。先生は急いで B の元へ駆けつけました。そこでは C がうずくまって、何やらブツブツ喋っています。先生はどうしたのかと C の肩に手を置くと、その瞬間、C がものすごい勢いで振り返り先生を突き飛ばしました。振り向いた C を見て先生は絶句しました。C の顔が歪んでいる、いや、あれはもう一つの顔が重なっているような、異様な顔。次の瞬間、B が大声で、逃げろと叫び、その声で正気を取り戻した先生は B と共に、全力疾走で近所の民家まで逃げたそうです。さてその後なのですが、先生と B は逃げ込んだ民家から A に連絡して、親に迎えに来てもらい、ことの一部始終を話したのですが、全く信じてもらえなかったようです。それもこれも、A と C は何事もなかったように、それぞれの家に帰宅し、
後日二人して先生と B の家を訪ね。なんで先に帰っちゃうんだよ。心配したんだぜ。と、いつもの元気な姿を見せたからでした。その後、先生は東京に引っ越し、いつしかその地域の子供たちとも、疎遠となったのですが、先生は今でもはっきりと、C の歪んだ顔とつぶやいていた言葉が、忘れられないそうです。サブライビと、後ろ見立ち割れも共に、儚くともてなされしに。体験者、藤木隆弘、仮名、2017年12月、S 健房署。藤木さんは田舎から上京し、数年間都内の IT 企業で働いていた。度重なるパワハラとサービス残業に心折れた彼は、地元の中小企業へ転職した。実家に頼ることをはばかった藤木さんは、家賃2万円弱の古いアパートに引っ越した。どんなにボロいアパートでも、彼にとっては都会より居心地が良かった。引っ越して1ヶ月ほど経ったある日、藤木さんの元に小学校の同窓会への誘いが届いた。会場がアパートから近いのと、一人身の寂しさから参加を即決した。同窓会当日、アパートから徒歩15分ほどの場所にある、居酒屋へ向かう。懐かしい街並み。みんなどうしているだろう。期待と、一抹の不安。童心に帰ったような気分だった。藤木さんが会場に着いた頃には、参加者全員が揃っていた。みんな一斉に彼を見た。懐かしい顔ぶれ、本当に20年前の同級生たちがそこにいる。みんな、自分との再会を喜んでくれた。仲良くしていたスポーツ少年の久保くんが、ビールバラになっていたのを笑ったり、地味だった女の子が、モデルのように美人になっていたり、まるで夢を見ているようだった。次々に酒や料理が配膳される中、奇妙なことが起こっていた。誰も手をつけないオレンジジュースやコーラが、長テーブルの上に増えていく。このコーラ誰の？オレンジジュース来たよ。5杯、6杯、誰も手をつけないジュースのグラスが、テーブルの一角を占領していた。それを見た久保くんが、こんなことを言った。あいつも来てんのかな？全員ピンと来たようだった。6年生の時に亡くなった上野くんのことだ。藤木さんは特に、上野くんと仲良くしていた。親友だった。おのおのが上野くんとの思い出を語り出す。やんちゃで、明るくて、みんなの中心だった。先生にも好かれる子だった。ある日突然、上野くんは3階の教室の窓から飛び降り、帰らぬ人となった。理由は誰にもわからなかった。そんな話になっても、誰一人怖がったり気味悪がったりしなかった。藤木さん一人を除いて、藤木さんは嫌な汗をかいていた。カラオケ行く人？という呼びかけに、藤木さんは焦る。今すぐ帰りたい、そう思っていた。俺、明日早いからもう帰るわ。藤木さんは居酒屋を出た。外に出ると雨が降っていて雷が鳴っている。駅でタクシーに乗ろうとしたが、こんな時に限ってタクシーは1台もいなかった。藤木さんは雨の中、アパートへと歩き出した。帰路の途中、藤木さんが考えるのは、亡くなった上野くんのことだった。1997年、夏の日。その日、藤木さんは上野くんを恨んでいた。誰にも言わないから。と言われ、上野くんに打ち明けた好きな女子の名前を、言いふらされたのだ。クラスメイトや隣の組の子にもいじられて、藤木さんは心底傷ついた。放課後にクラブ活動を終えた藤木さんが、忘れ物を取りに教室へ行くと、上野くんが窓辺に腰掛けていた。言いたいことを言ってやる。そう思った藤木さんは上野くんへ詰め寄り、真正面から肩をこづいた。ふっと上野くんの体が教室の外に放り出される。なぜだ？藤木さんは混乱する。窓が開いていたのだ。目を見開き、口をポカンと開けた親友が、スローモーションで落ちていく。手足をバタつかせ、地面に吸い込まれていく。両目を覆うと同時に、親友が砕け散る音がした。すぐに誰かが気づき、救急車が来たが、上野くんは助からなかった。藤木さんは何も知らないことにした。僕じゃない、あれはただの事故だった。上野くんは事故で死んだ。間違って落ちたんだ。そう自分に言い聞かせて生きてきた。忌まわしい記憶を振り切るように、藤木さんは雨の中を歩き続けた。そんな時、ふと背中に妙な気配を感じた。振り返る。20メートルほど先の街灯の下、薄明かりに照らされた人影がある。子供だ。雨の中だというのに、傘もささず、突っ立っている。不審に思いながらも数歩進む、また振り返る。その間約3秒ほど、人影がすぐ先の電灯の下で立っている。あまりにも早すぎる。恐ろしくなった藤木さんは、走り出した。何度か振り返る。子供の人影は一定の距離を保って、藤木さんをつけてくる。アパートへたどり着いた藤木さんは、錆びついた鉄骨階段を駆け上がる。自室である2階の突き当たりの部屋へ向かう。振り返ると、黒い人影が駆け足で階段を上がってきている。
鍵が見つからない。全身のポケットを探すが見つからない。無理やりドアノブをガチャガチャと回す。視界の端に映る影が近づいている。藤木さんは恐る恐る、視線をやる。墨で塗りつぶしたような黒い人影が、通路の奥から迫ってくる。じりじりと迫る子供の影、藤木さんは震える足で後ずさる。錆びた手すりがゴツンと背中をつく。行き止まりだ。腰が抜け、錆びた手すりに寄りかかる。と音がして錆びた手すりが外れた。寄りかかっていた手すりごと、藤木さんは宙に投げ出された。世界がスローモーションのように見えた。その時に藤木さんは確かに見た。2階の通路から藤木さんを見下ろしているのは、見覚えのある顔。自分だったんです。子供の頃の自分が、落ちていく藤木さんを見下ろしている。目を見開き、呆然としている。次の日、藤木さんは病院で目を覚ました。同じアパートの住人が、2階通路から落下した藤木さんに気づき、救急車を呼んでくれたらしい。腕と骨盤を折る大怪我だった。数ヶ月後、退院した藤木さんは菓子折りを片手に、助けてくれたアパートの住人を訪ねた。感じのいい老齢の女性だった。彼女は藤木さんの回復を喜び、こんなことを言った。男で一人で大変だろうけど、何かあったらいつでも相談してくださいね。うちも男の子いたからね。藤木さんの方を嫌な汗が伝え、地面に落ちていった。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。